ラララうはどうも、チンコです。グイコンカ打ちてーコンカ打ちてーコンカーマジドンキーコンカバラララうはどうも、チンコです。俺は、性的な快感を求めてしこってないから、チンポ負けたけどしこってるから、それくらい負けるの大好きなんですよ。もう超負けるのも好きだし、手で負けるのも好き。そのくらい好き。俺は言うともる主要理由もコンカ強いからやから、もうコンカ弱かったらやってないから、マジコンカコンカスーハースやから、マジで。まあそんな俺からするとよ、メッシ以降なかなかキレのあるコンカ蹴るやつ出てきてないんよな。もうやから俺的にはもう今年のなぜだから時間止まっとるというか、マジコンカだけに。ああ、ちょっと最近来たデルピやネドベトよりも、さらにエグいコンカ蹴れるようなやつ。コンカなぁ。いたーというわけで今日は、大変蹴ってるカーブキックガッツソー、はがちゃらどるぜ超ロングコンカ散らかしていきたいと思います。昔ラベカルで同じことをやろうとして利き足を間違えるという大好きを犯してから、それがそのままで一切できなかったんですが、もう今回ついにもう思い越しにでかいチンポを上げさせていただいたということで、だからそれ以外の努力値も軒並み高いから、まあ婚化したいではガチスカに入ってくることも可能なんじゃないかなということで、もうガチ売却チンコ企画くらいの感覚でやっていきたいと思います。はい、レッツグーグルマッチ。これメッシとの大きな違いどこにあるかと言いますとですね、これですね、キック力なんですよ。まあその辺のデブライネぐらいはある。その状態でメッシ級のコントロールカーブの精度ある。もうめちゃくちゃあるな、探検隊ぐらいあるな。ということで日本チャチャチャが相手だと決まった。日本すっぽんぽんじゃねえかお前。てかモアメル、とんでもないブレイカーのサラをウィンガーで使ったよこいつ。贅沢な。この野郎がチャルハドルライブアップデート A のコントロールカーブで巻き込み事故してや、巻き込み事故。やっぱり超大柄特大スーパーバケモノゴラスとかしたいから、もうめっちゃ遠くから蹴るよマジで。フライト片道3時間かぐらいの距離から蹴るから、あそこはもう羽田空港です。やっていこう。バリオス君引っ返さげようか。あーやだーやだーやだありがとうパナナナ。ボールキープしてぐるぐる回ってから一回落として、チャルハノールがコントロールカーブ狙っていくみたいな感じ。厳しいですね。ちょっとやっぱあれな、最初から右に折ったらスペースなくなっちゃうから、左から右に移行していくみたいな感じで、あの iOS からあの Android みたいな感じで攻めていこうかなと思います。ムバッペからスイート来た、完璧に見ちゃいだぞ。ベンゼマそれもこっち。いやお前そこで中継できたらもう完全に NHK やったのに、マジでぶっ壊して。でリフト、あーこれ取れる。なんで弾いた、なんかたまになんかなんで弾いたシリーズあるよね。あぶれ日本ハム。これ取れますか。ナイスカシーヤス。全体のビルドアップをしっかり見た上で右側が相手。右側は俺が攻撃できんかったら今後も蹴れんからな。あーデリフトまずいわそれはマジで。ナイスクリバリー落とそうか。あーダメだった女。あぶねーマジで。さっきから散々攻めさせてやってるにもかかわらず一回もシュートを決めれないなんて雑魚だ。俺はたった一回のチャンスを完璧にものにしてやるぜ。ここでムバペを使って縦突破だ。イエー、そっから始めていく。クリバリアンギサワンパムバペ横パス通って落ち通ってくれた。ここチャノルこっち持ってって今回どうこれ。おおありそうやん今日。これ飛んだらマジいけるぞ。飛んだらいけるマジで。あと飛ばすだけ。飛ばせーちゃうの。いや違う、いやサイド行き過ぎたらなんであんなシュートになっちゃったかって、あのコマンド間違えました。普通にチャノル使いて、いける、きたー、こんなもんやるしかない。キックウェイント一回こっち行って、超がコントロールクライウェイトキック力があるからその時点止めることできねえよな。お前の膝笑ってるね。一発のコントロールカーブで状況が変わってまとんでもねえクソゲーを開発してやったぜ。ファーストステージがないからクロス蹴れんけども、あのコントロールカーブがあればゴールキーパー殺した上でペナルティエリア内にボールを落とすことができるから、もうその辺のクロスでも全然強いよ。はっきり言ってお前ゴミだぜ。いや本当に教習所とかだったらギリギリ目合わせたくないぐらいにはゴミだぜお前本当に。あー裏抜けてるわマジ。クリバリベンゼマでもコース入っててもシュート入りませんから。あーてカシーじゃんさとお前レジェンドに対する礼儀忘れんな冒険。お前くれたらお茶を持ってこいやマジでよ。おにぎりとお茶セットだろうが。デリュートはじけー、このデリュートカーソルだから負けねえだろ。デリュートカーソルどこ行った、組んでやったら問題ねえだろ。ほら組んで組んで、オッケー。デリフトからキックウェント、チャルハノル、ちょっとドリブル運ぶと見せかけてロバートソンとかでもう一回チャル、あいちょいちょいちょ、なんでコントロールカーブに全てを費やすぎてパスがめちゃくちゃ下手くそになっとるマジで致命的すぎる。あまりでもさらバカがラインブレイカーされてサイド走ってんじゃねえよ、殺すぞマジで。歩行者がシャドウ走ってみたもんだから。バリオス、ピルロ、こっち。チャルハノール一回使って、こ、いや、ムバッペはないやろ、マジ。チャルハノールどうした、パスに関して行かれてる。おー、結果往来的だ。ベンゾマ持ってけ、マジで泥棒。しかし、俺ここで、コントロールカーブを選択する。待て、いけー、この子痛い、巻きすぎて当たった、ディフェンスに。ムバッペ、
タラバズ。そう。で、クラフからも、4コマス一気に、チャルハノールを狙っていくぜ。厳しかった、見てたな。しっかりベンズも挟みましょう。見るだろ、バカ！コントロールカバーの2本しか切れてないんか。もっと蹴りて、やっぱりもう喫煙所くらいポンポンね、本数行きたいっす。ムバッペ、ベンズマこっちで、一回戻して、クリバリからタラバズ。クリバリいいとこだ。完璧なコントロールカバーポジション入った！勝利かけ、なんでそのキック力とカーブの蹴ってる方入るだろう。おかしい、お逆足か右足じゃんの、お前左足見たら顔しとるけどさ。これで横なんですよね。ピルロから、これは一発チャルハノール確定よ。で、ここでもう、中向いちゃう。効果蹴っちゃうからこの蹴っいや、いけそうなんか、お前待って。マジ、あそこから蹴ってベンズマ拾ってシュートぶち込むとか、そういうこと全然あるぞ。来る、こっち。なるほど、こうか。青すぎ。一回セックスを覚えた後の中学生みたいな。いや、さすが、やっぱりコントロールカーブのしなやかさと威力を並行させた、うちのチャルハノールにしかできねえ芸能だ。クライフ持ってけ、メンズマ、スリバとこっちだ、ぶち込んでやれ、ムバッペ。そしてこれ、中に回して、チャルハノール、コントロール、いやお前さ、おらぁ、おお前強くねえ、効果最高！マジ効果なかったら想像に一点決まってなかったから、マジ効果聞こえました！効果しか勝たん！効果がいらない！マジこれが本当の効果数！イエーイ！女よりも男よりも効果！というわけで2試合目も乱脚飛ばしていきたいと思います。乱脚！はい、4-1-3-2、ヘイヘイヘイ。お前は一撃のコントロールカーブで沈むの、まあ、バチンコみたいなもんだから言ってもらったって、まあ、まずこれピルロが立てますね。で、メッシがボール、モノスケ。まず俺開幕苦手やんな。大学のね、デビューはね、結構うまいこと言ったんですけど、クリバリ、はい、君、え？やばくね？やばくね？やば、君引きこっち、やベルカンブまで行ったら厳しいな。そこまで行くじゃん、手前で止めてほしかった。バーリオスナイス。チャランドル。こんがりやったぞ！入れ！あー、くそ、バックパス取りたく、あ、惜しい、なんで取れたやん。ワンチャンもうコントロールカーブしちゃう。バカがメッシにカントロールが合わないと思ったか、合ってんのによ。バペ。こんなお前。チャラハノールじゃないやろ。やれチャラハノール、この国うわぁ。いやでもなんか一回一点取ってきたらベルカンプを落として、あ、チャラハノール拾えるか。ベルカンプ前向いて、チャラハノール抜けた。これマジでいった。これマジでいった。ノイア強っ。ありえない、さっきの野心ブルが弱かっただけ。ブヌブヌブルして気持ちよくなっとったのこと俺。違う、そんなわけない。チャラハノール、これ一回運んでて、この角度いける。マジマジある。来たー、ここでメシカリたらシュート持ち込む。そういうサッカーをじゃあ展開させてもらってますか。あー、君ひどっか行っちゃった。取れまーし、身の力あります。ベルカンプバッチーン。このチャラハノールの狙撃によってからゴールキーパー殺した後に襲いかかってくるセントルスタイル、完璧かよ。マジ理不尽、やってることレイブだから、破壊じゃなくて青缶だからこいつ。一回中ぶち込み、バリスこっち、よっしゃ、ピロママうまい、グーティーからベンゼマ使ってピロ経由でチャルハノールみたいなパターンで、ベンゼマナイス、チャルハノール、やるしかないってこの効果。おれあのノイアをぶち破ってやったぞ、超遠距離からだ。本当にもうチャガットチャルハノールですわ、気持ちいいぜ。あかん、チャルハノールはな、今覇王チャルハノールに生まれ変わったんだよ。このユートボール界の頂点に君臨する、今回を制する者はユートボールを制する。一軒目はボール回収し、チャルハノール様にボールを預けるのだ。でもあの状態からのなんか体を身を投げ出してコントロールカーブ、マジでお前ちょっとかっけえすぎる。ドリブル、かっけえ、マジでチャラいつかチャルい。ハーランド、でもハーランドがボール持ったってことこれチャンスなんすよね。ドゥーン、抜けません。足元ねえからタクは、うちのチャルハノールはドリブルも多少できるかな、多少できる、さ、かじってるんで。これ、あー、マジ、ピルロ。よっしゃ、取れた、なんか生まれたボールが。これはね、圧倒的にグティだと思うんだ、俺は。このスピード生かしたい。いやー、サイド使うか。グティも今回打ってみる、ちなみに。あー、ダメだった。やっぱりな、その、コンカーを蹴るまでも早いよな、チャルハノールって。そういういいところ、また一つ見つかってしまった。最高に気持ちがいい試合だった。アデュー。でもあの距離からノイアーに対してコントロールカーブを決める人間、マジであのチャラハノールぐらいしかおらんくない。だからキック力が乗っかっとったからめっちゃ速かったからな。コース、スピード、すべてが完璧な見事な射精でした。これも新たな子孫を反映させていく。いやー、今まで数々の有能ゴールキーパー潰してきたからな、次はてめえだ。クリバリ、あー、キムヒ、ナイス、前、あー、事故った。クリバリ、よいしょ、ムバッペ、前蹴っとこうか。まず事故るからな、最近。メッチこっち、ベルカンプ、ここからチャルハノールが空いてくる。抜けろ、チャル、まずは客に返して、前に取れる、そして、間違いだめっちゃうまいよ、パス。パス値悪くねえからな、そういう使い分けとかもできるってことは、なるほど。ガチスカでの運用も可能ということか。今のクロスは言ったらブラフですよ。なるほど、クロスを蹴ってくるなら、チャルハノールは気をつけないとと思わせておいて、チャルハノールの本命が何か、お前分かってないらしい。中向くぜ。コントロールキャブレー！はぁー！
これで相手はさらに困ることになる。こいつは真面目に言うとやってるのか、ふざけて言うとやってるのか、そう悩ませたタイミングでガチンコ言うと開始。ピラーピッピーいやでも完全にチャラハンドルを中心に相手の精神を揺さぶってるぞ。間違いな。精神の勝負だからな、スタンドバトルは。ピロから、立てこっち。で、メチから、チャルハが開いてんな。チャルハが、この角度、いった。これえぐなんでーポストあったら似てて謝った知識教えてた誰やわ義務教育の敗北だろこれ出ると、こっちチャルハンドル開いてんぞいけるいけぞ惜しいあー厳しいがピロ、よう立ちふさがってくれましたメッシさんです。ベルカンプさんでチャルハンドルいけるかベルカンプ、あえて回転することによってパスコースを作るという作戦失敗。ロバーソンでかいあー取り切れんのつらいわ。これがデリュート合わせた方がいいんかな。これ迷うよな、マジで。クリマリいっちゃってんの、謎すぎ。あれ、マジ決めたかった、惜しい。もう、際どいところ狙いすぎて、逆になんかその一線超えちゃうみたいな、USJ の下着みたいなもんやん、こんなんな。というわけで、後半も、一発ぶちかましに行くとするか、レッツ、チャルメラ。えぐいパスを出前一丁してやるぜ、弁護から。すいませんだから今回いけるま、この距離こそがチャラハンドルのシュートレンジの限界で気がするから、ギリギリのやっべーシュート叩き込みたいわけですよ、私も。ただ巻いてるだけじゃねえ、ゴールネット揺らすためにこっちも巻いてんだ。あ、ロバーソン何フライパン蹴った方がいいぞ、いいね、ダイレクト。チャラハンドル一回、キープ、落とす、ロバーソン縦パス、いいね。で、ベンゼマからサイド、チャラハンドル空いてる、タネいきます。ほら、今回匂わせがのインパクトクロスはどうだクロスも蹴ってくるんだなっていうことを思わせるだけで全然違いますからね。あの、ロイのカウンターみたいな。ロバーソンいいチャラハンドル。ハードル強度やめてや何やろハードハードのみの能力者ずるくねえかマジで隣チャルハノル当てる前にベンゼマでサイドバック使ってチャルハノルのパターンが一番熱いと見たあー落ち着きましょう待ってここ持ってくもくるくる回るそう意外とボディコンもあるなこっちピルを増やしてますチャルハノルが抜けてキープしていいボールコントラ守るもうちょいゴール前まで運んでいかんと今回蹴るは難しいかサイド使ってロバートソンがまずい足届かない打たれた何なんだよこれお前らみたいに点取れたら何でもええみたいなやつがおるかサッカーがヤバなスパイと思われるだろ美しさにこだわり殺すぞチャル頼ますそうでベンゼマキープベンゼマキープビルロおいよかった俺リップス最後にサッカーじゃなくてどう言いますか教えてやってから終わってやるそんなお団子なんすかマジでおい何のための力かじゃいやもうむっつーマジでもうなんかもうねああいうフルボードがされたらね顔面想像しちゃうからダメだよなこのなんかうん好きな食べ物はそぼろですみたいな顔面を想像しちゃうからもうイライラしちゃうそれでピッキンきちゃうよ止まらねえ同族嫌悪がコースがないから逆サイド相手のパターンなんですよベルカンプからこっち渡すだけでチャルハノールがボールキープできるとここで抜きます素晴らしい聞こえた今回おーありそうマジクソありそうもうクソありそうって言うだけでマジ全然興奮できる最高に勃起したチャルハノルいいキックするときねいい動きするんですよ蹴る前の動作が非常にマジで茶道みたいな感じチャルハノルとかチャドーハノルキムヒーサイド使ってくるな最終的にこっちなんちゃうかなって思ってるんですけどねずっとかけてても追いつくことができませんでした悲しいグッティ走るに決まっとろうがルーベンディアスバカスピードが違うんで鍛え方もスピード全部が違うはい奪い返しますマイボールかマイボールかグーティー、暗記さ使って、ワンパこっち。素晴らしい。ベルカンプ落とせ。チャルハンドル、今回、来た、こんな入らんわけねえぞ。あの、ビヨン取り返したチンポみたいなチャルハンドル、たまんねえ、マジで。隣からのワンパがいい感じとって、チャルハンドルにスペースが生まれ。やるしかないよな、チャルハンドル。わかるぞ、俺も。俺もお前の気持ちわかるぜ。戻れ。やれおっちゃんおっちゃんだマジでもう競馬パチンコ酒女あーちっちちっちょっぱーい検証結果狙いすぎダメ以上